じゃあ皆さん、本邦初公開フランソワのすっぴんの姿こちらになります。もうめちゃくちゃ顔薄いじゃねえかお前、メイク外したら。にゃーということでやってまいりました。大人も子供もない様、ごきげんよう、ゴールド。はい、ということで在任地までの1日がスタートいたしましたということですね。最近あまり住民と話してねえんだよな。だからちょっと住民との交流っていうのを俺はやりたいよ。ああ、俺はやっぱそういうところちゃんとやっていかないとダメだからね。動物の森ってのは住民交流がメインのゲームなんでございますから。あ、なんかおい、琴ノ来てんじゃねえかよ。琴ノがよ、琴ノからちょっともらおうかな、いろいろな。あ、そう、デザイナー修行のため。修行ならねえんだって、この島来ても何の修行にもなんねえだろ。あー、時間は、まあ時間はあるけど、リサーチやってみるか。ない、どういうやつ、テーマな。うん、今回のテーマなんだ。はい、言えよ。もういいよ、お礼目的で来てんじゃん、こっちは。リラックスするときのコーディネート、毎度リラックスしてんだよな。うん、あ、楽ちんな格好に着替えてみせてください。なるほどね。あ、リラックスイメージの服、どれ。やった、ありがとう。うろ、重ね着プリント T シャツ。はあ、これなんかリラックスできそうなやつなのかな。ちょっと見てみようか。重ね着プリント T シャツなんて思ってたかな。中学生じゃねえか。マッチ、飲み物のマッチじゃない。なんか青春した服装だな。まあ、これを使ってリラックスなイメージの服装を作ればいいと。これ住民交流したいって言ったんだけどな。おい、琴ノ、できたぞ。こうだ、こうじゃ。これ今からコンビニにタバコ買いに行くコーデ。おい、どけどけどけ。おら、どんどんなんかヤンキーコーデの方に振ってっからな。どうよ。あー、めちゃくちゃリラックスしてるっしょ。ジャージってのはリラックスポイント高いからだろ。個性出てる、個性出てるだろこれなあ。地元のヤンキーじゃん。あー、これね、どう。あ、引き出し増えた。まあ、こっち方面に振ってってどんどん。これ下手屋クーポン多分500枚ぐらいもらえるんだろうな。じゃ、ちょっと住民交流の方もしていこうかな。あー、おでちゃん何やってんの、こんなところで。ダンスジャージか。俺もがっつりトレーニングするときはそういう動きやすい服をチョイスするんだ。こんなドンキ激安コーデみたいなすんじゃねえよ。そこらの普通の服じゃ鍛え上げた筋肉に耐えられなくて破けちゃったりするからな。ジョリ、質悪いよこういうジャージは。こういうジャージは質悪いんじゃ。そういう相場決まってんだから。大抵抗争で破れるんだから。ヤンキー同士の喧嘩で破れんだよ。カッくん、お前もなんかやってんな。あ、今日は何をして遊ぼうかな。はい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 、やりたいことがいっぱいあるからって。何もないだろ、大抵その辺ぶらついてるだけじゃねえかよ、お前らの生活といえばよ。いや、でタコリーナな。あー、タコリーナお前生きてて偉いよ。あ、めげずに頑張って生きてるから偉いよ。喋り出すな。何喋り、お、出た。こいつすぐナンパすっからな。こいつてっちゃんすぐナンパせたからよ。話しかけんなクソが。こいつの方がよっぽどヤンキーだよ。おい、てっちゃんやめろお前。てっちゃん、タコリーナのおでこにチッスすんなよ。やめろお前、連続キスしてたぞこいつ。マジでやばいやつだろ。外に出てる住民こんなもんかな。結構最近ね、在任島利便性が良くなったんだよね。こっちの方もアクセスできるようになったから、在任島は。あ、ハムカツがなんかもやってるぞ。え、どうした。おい、な、どうした。ハムカツ、ナイス。そう、相談したいことがあるんだけど聞いてくれるか。どもどもいや、この島ダメだよ。無理無理、さすらむき。そうなんだよな、これ全然最近動画で成果残してねえから。あー、悩んでたんだろ、人知れずな。最高の痛みが戻ってくるような気が。いや、ここにいた方が精神的苦痛はだいぶ食らうだろう。ダメ、無理無理無理。お前いなくなったらマジでこの動画終わんだから、そこんとこちゃんと自覚しろお前は。金あるし、なんかちょっと見てみるか。カーニバル系の家具あんじゃね。来てぜ、なんかいいもある。何それ、何これ、筒、これ竹筒なんか刺さって。誰でも DIY できんぞこんな。あ、ランプなんだ。あ、光んだこれ。あ、いいじゃん。いくらよ。1500ベルか。微妙だな。微妙な価格帯ついてくんな。おめえそういうさ、せこい商売やめろよ。いいとこ300円だな、こんなんな。まあ、買うか。見事にゴミしか売ってねえのよ。ゴミじゃねえかよ、こんなん。ゴミ箱で、こっちもゴミだからな、こんなん。でも欲しいから買うか、これも。これドラム缶ね、見つけたら買っといた方がいいよ。なんでかっていうと、ドラム缶風呂作って、ドラム缶風呂工場系の島作りとかめちゃくちゃ役立つから、買っといた方がいいよ、ドラム缶見つけたら。スノードームとかこれめっちゃいいじゃん、これ。え、こんなのあんの？これいくら？スノーグローブ。1300ベルか。なんでさっきのカーニバルのランプの方が高えんだよ。こっちなら買うけどさ、普通に。買うか。
そういえば俺最近タンタンとそんな絡んでねえんだよな。あ、タンタンいいんじゃん。タンタンとちょっと話そう。タンタン全然絡んでねえから何してんだこいつ。マシロチョウと一緒に暮らせたら楽しいだろうな。わお。どこも楽しい要素ねえだろ。捕まえてくるか、チョウな。あ、じゃあ俺取ってきてやるよ。ほんと超楽しみ。わお、チョウだけに。かけんな、チョウとチョウをかけんじゃねえ。じゃあちょっとこれ捕まえてくるか。俺こういうのさ、一回もさ、もしかしたら今までやったことねえかもな。じゃあもうやからなんだよな、見た目がな。一応チョウ捕まえるか。いるかな、この島にチョウなんて。あ、ピースだ。あ、ピース、あ、そうだよ、そう、ピースもここに来れるようになったから、このさ、空論地区にピースがいるって、これ珍しくない？この状況。何食ってんのお前。ここにあるもんだったら汚そうだな、それ。何の肉か分かりゃしねえかんな。ピースお前何食ってんのそれ。さっきコトノさんとすれ違ったんだけど、何も言わずにオイラの服をジロジロ見てたんだ。ダセえからだろ。森の T シャツダセえんじゃそれ。そりゃ見るよ。ファッションデザイナー目指してるものがその T シャツに注目しないはずがないからね。しかしこいつ合うな、ここの即日振り込み5万ベルにぴったりじゃねえかこいつ。お前ほどこの島でこの空論地区似合うやついねえぞこれ。そうだ、俺モンシロチョウ探してんだ。どこだモンシロチョウ。モンシロチョウいる気配がねえぞ。待って待って、生き物の気配がないんだけどさ、マジで生物死滅してんじゃねえかな。いねえんだけど全然。え、全くいないぞ。こんないないことある？今まであの虫って大抵その辺いるじゃん。虫今んとこ一匹も見てねえからな。ボトルあるから拾ってみるか。あ、ジャンジャン、ジャンジャン、これ、え、ってことは罪人村から送ってきたのかな。じゃんね、罪人村にいたからね。特別なレシピだって、開けてみるか。なんだこれ。おい、いらねえよこれ。誰もが最初に通る道じゃねえかよ。覚えてねえやつがいねえのよこれ。もう絶対覚えて、ほらそうだよ、一番最初にこれ覚えさせられるやつだろ。ふざけんなよ。あ、いた、いた、よし、オレンジの前にいた。うわ、これも後ろ城だろこれな。あー、やっとゲットしたわ。全然いねえんだもんこの島。驚いたわ、こんないねえと思わなかったよ、チョウがな。よし、ゲットしたぞ。じゃあタンタンとこ行くか。お、よく見たら広場にいるじゃねえかよ。待って、モンシロチョウが急激になんか増殖し始めたんだけど。嫌がらせかな。おい、やめろお前モンシロチョウ。おい、やめろやめろ、ちょっかい出すなモンシロチョウに。レアなんだから。この島の絶滅危惧種だぞお前これ。あ、タンタンは、おい、これタンタンいなくなってんじゃん。ふざけんなよ、タンタンがいねえんだが。島の行ける範囲が広がった弊害でめちゃくちゃ探しづらくなったんだけど。あ、いたいた。いや、タンタン、ほらこれモンシロチョウな。お前いいもんくれよモンシロチョウ。やった、モンシロチョウちゃん、センキュー。これはあたいからの感謝の気持ちだよ。あ、来た、感謝の気持ち。モンシロチョウから何がもらえるのかと。何これ、あ、帽子、マタンプシ。なんか俺昔マタンプシ、あれタンタンからもらわなかったっけ。おー、別カラーじゃねえかよ。前赤もらって今度青かよ。今日ね、素敵ねの人がね、行方不明なんだよね。あ、じゃあいいや、ソワちゃんに話しかけに行くか。ソワちゃん、なんか作ってる。なんか何やってんのお前。あ、本読んでんじゃん。なんかアウトドア関係のページ読んでない？それ、テントかなんか読んでるよね。キッズテントかな。同じページしか読んでねえんだよな。その本大丈夫それ？回収騒ぎになるんじゃんそれ。すべてのページ同じことしか書いてねえんだもん。あ、こいつ俺が乗ってるニンドリ飾ってる。ほら、この間俺が誕生日にあげたニンドリだよこれ。ね、ここにキバナが乗ってるだろ。キバナのこのセクシーなショットが乗ってるから。こいつの部屋よく見たら結構ヤバくないかなあ。ここにチーユン飾ってるし、トイナフィギュアここに飾ってんのな。話しかけんなクソが、いらっしゃいルララ。しかも客への対応もとんでもねえわこいつ。一回帰ったと見せかけてもう一回ちょっと反応見てみるか。ただいま。あ、ちょっと待て、あれ、一瞬のうちの手ワープしてきたぞこいつ。何これ怖いんだけど。おい、なんかフランソワがお前帰れみたいな感じで、ほら居心地悪くなってんじゃんフランソワが。フランソワさんのお部屋にいると気持ちがリフレッシュするのよね。もう一人リフレッシュしてねえやつがいいんだよな。お前ら大丈夫かなか、本当にいいのか。まるでパワースポットみたいだわ、素敵ね。負のオーラしか感じねえんだよな。実際ソワちゃんどうなの、あいつ来てお前の心の内を話してくれよ俺に。同じタイミングに遊びに来るなんて、あなたとビアンカさん気が合うんじゃないかしらルララ。おい、あいつと俺をくっつけようとすんなよ。それで厄介払いしようとすんじゃねえ。キュートなドレッサーが気になる。これは私にとってとっても大切なもんだから大事に使ってるのよ。あ、そうなんだ、キュートなドレッサーね。毎朝これを使わずして外出することはありえないんだものルララ。すっぴんは絶対見せたくないし。マジでお前化粧してたのやっぱ。ってことは待って、こいつすっぴんだったらどんな顔なんだろうな。
ちょっとこいつからメイク外してみっか。じゃあ皆さん、本邦初公開、フランソワのすっぴんの姿、こちらになります。お、めちゃくちゃ顔薄いじゃねえか、お前。メイク外したら嫌な現実味だな。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。またね。よし。